はい。それでは10月10日の3問に入っていきます。借地借屋法ですね。定期建物賃貸借契約において、契約期間を6ヶ月とした場合、契約期間は6ヶ月となる。丸かツかという問題ですね。まあ、この問題はもう知ってるかどうかの話なので、まあ、そんなに考える時間はいらないと思うんですけども、もし考える方は一旦動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から内容をご確認ください。 で、今回のこの問題の答えは、丸になります。定期建物賃貸借契約。まあ、定期借家権と呼ばれるものですね。これは、契約期間に制限はありません。で、えー、この定期って書いてある通り、期間を定める建物賃貸借契約なんですよ。だから、期間定めないといけないんですね。で、その期間っていうのは制限がないから、長くてもいいし、短くてもいいと。 したがって、6ヶ月って定めたのであれば6ヶ月になるし、3年って定めたら3年になるし、1ヶ月と定めたら1ヶ月になると。そういうことなんですね。で、これはまあ基本事項なんでちゃんと頭に入れておきましょう。で、そもそも定期建物賃貸借って何ですかということで、まあ今言ったように期間は定めるって話なんですけども、それ以外にもちょっと特徴がありまして、更新がないんですね。つまり更新がなく、契約期間満了とともに、 契契約約が終了すする建物の賃貸借契約なんですよ。つまり先ほど6ヶ月って定めましたよね6ヶ月終了したらそれでもう更新はなくて契約終了ってなるんですよもしそのまま借り主さん住み続けたいというのであれば再契約をするといった流れになりますでこれっていうのは 賃貸人、オーナー、つまり貸主ですね。にとっては、建物をずっと住み続けられることを防ぐことができるんですね。まあ、こういったメリットがあるんです。で、一方で、普通建物賃貸借っていうのは、賃貸人、オーナーさん、貸主ですね。から解約する場合、正当自由が必要じゃないですか。つまり、オーナーにとっては解約しづらいんですね。この正当自由が必要という要件があるため。 なので、もう自分が使うっていう予定があるのであれば、定期建物賃貸借契約で、えー、締結した方がいいと、まあ、いうことですね。まあこのように違いがありますので、ちゃんと明確にしておきましょう。で、問いにですね、売買契約です。宅建業者 A が、えー、地主 B から B 所有の土地の売買に関する売買依頼を受けた場合、えー、売買契約書には、誰が記名を応援して、誰が B に売買契約書を交付しなければならないか。 ま、今回ね、まあ、記述のような感じ、穴埋めですよね。こんなような問題で出ないんですけども、ここの部分っていうのは、宅建試験でもよく問われる部分なんですね。丸抜の問題で。なので、まあ、今回、あえてですね、えー、穴埋め問題にしました。まあ、絶対、あの、解けないといけない内容なんで、解けるようにしておきましょう。で、えー、答えは、これどちらも、宅建業者 A です。えー、依頼を受けた業者ってことですね。媒介契約書には、媒介業者。 まあ、つまり、まあ、宅券業者、今回の問題で言ったら、宅券業者 A が記名応印します。で、媒介契約書の交付義務っていうのも、この宅券業者なんですね。宅券業者が媒介契約書を依頼者に交付しなければなりません。この媒介契約書に記名応印するのは、取引士じゃないんですね。この点は注意してください。え、またですね、媒介契約書の交付については、先ほども言った通り、交付義務者は宅券業者 A なんですけども、 この宅建業者って例えば法人だった場合、この法人がお客さん、まあ依頼者ですよね、に対して売買契約書を交付するって普通できないじゃないですか。個人業者であれば個人の人がいるので、その人がね、売買契約書を交付したらいいけれども、法人だった場合、法人がどうやって交付するのって話になりますので、実務的にはこの担当者ですね。 つまり、この宅建業者 A、法人の社員だったり、パートさんだったり、誰でもいいんですけども、その人が会社の代理人として交付すると。これで宅建業者 A は交付したことになりますよというような内容になります。で続いて、都市計画法ですね。工作物の建設を行おうとする場合、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、 行為の種類、場所等の届け出が必要となることはない、まるか罰かという問題ですね。考えたい方はちょっと一旦ストップしていただいて、下の概要欄から問題をご確認ください。で、この答えはツになります。地区計画の区域のうち、一定の施設の配置及び規模が定められている、再開発等促進区、開発整備促進区、 地区整備計画が定められている区域。まあ、この3つの中で、え土地の区画形質の変更だったり、建築物の建築等を行おうとするものは、え当該行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所え、着手予定日などを市町村長に届け出をしなければなりません。 で、今、さらっと読んだんですけども、おそらく、えー、ほとんどの方が理解できないと思うんですね。なんで、ちょっと、えー、見返してみますね。これ、簡単に言ったら、この1から3、この区域の中で、土地の検出変更だったり、建築物の建築、これを行おうとするものは、工事をする日の30日前までに、市町村長に届け出をしてくださいねっていう話なんですよ。 土地の形質の変更っていうのは、まあ、例えばブルドーザーを入れて、え土を取ったりとか土を入れたりする行為っていうふうに考えていただいたらいいです。つまり土地の工事ですね。土地の工事。造成工事って呼ばれるものです。で、え建築物の建築等の中に工作物の建設も入ります。まあ、工作物ってね、なかなかイメージしづらいんですけども、例えばカーポートとかですね。カーポート。 こう、柱があって屋根だけついたような、まあ、うん、建、物ではないけど、まあ工作物ですね。カーポートと呼ばれるものです。そういったものの建設も含まれてくるんだよ、と、まあいうことです。で、今回の問題で言うと、届け出が必要となることはないって書いてあるんですね。工作物の建設を行おうとする場合、これ、え、地区整備計画が定められている区域ですよね。今で言ったら3番だったかな。 3番ですね。この区域で工作物の建設を行おうとすると。つまり、これ、届け出が必要なんですよね。で、問題文を見ると、届け出が必要となることはないってことは、これ、届け出不要って言ってるわけですよ。だから、これは誤りだということになります。 で、今言った1から3のこの区域の名前を覚えるの、これ大変じゃないですかね。まあ、一つ一つこれを細かく覚えるってなかなかね、大変なんですよ。なので、もうこれについては地区計画の区域っていうふうにもうまとめて覚えていただければ大丈夫です。実際問題とかでも地区計画の区域ってこう入ってますよね。こっから判断してもらっても問題ございません。で、実際覚えなければいけない言葉と覚えなくてもいい言葉っていうのは あるんですよ。で、今回のこの1から3って、まあ、覚えなくても正直いいです。ただ、地区整備計画、この辺はですね、よく出てくるので、まあ、覚えてくると思います。やっていく中で、勉強を進めていく中で。ちゃんと、覚えなければいけない部分と、覚えなくてもいい部分を、ちゃんと明確にしていかないと、何でもかんでも全部覚えるってなったら、それは覚えられないですよね。だから、 覚えなければいけない部分を明確にしながら勉強を進めていっていただければと思います。まあ、個別指導ではね、あのー、ご質問いただいた時にこれ覚えなくてもいいですよみたいなことで、えー、解説してるんですけども、独学の方だと自分自身で過去問研究しながら、あ、これ覚えていないと解けないなとか、あ、これ覚えていなくても解けるなっていうようなことを常に意識しながら勉強を進めることをお勧めいたします。 で、もしえチャンネル登録していない方は、下の赤いえチャンネル登録のボタンをクリックしてチャンネル登録していただければと思います。その隣にベルのマークがあると思うんですけども、えそちらベルマークを押していただいて、すべてというボタンを押していただくと、まあ、ベルが鳴ったね、えー、画像になりますえ。そうするとですね、私が新しい動画を更新した時にえ通知が来るようになりますので、ぜひそちらもご利用ください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また次回楽しみにしていてください。レトスのオノでした。